ルドルフ4世、ルドルフ4世、ルドルフ4、1339年11月1日から1365年7月27日は、14世紀のハプスブルク家の当主、オーストリア公、在位、1358年から1365年、オーストリア公、アルブレヒト2世、健康とその妻ヨハンラフォンプフィルトの間の長男、 自造文書の駆使や型破りな行動で知られ、大公、エルゼヘティソグの称号もルドルフ4世の詐称に始まった。建設公、デアスティファターと呼ばれる。1358年に、父、アルブレヒト健康が没すると、弟たちはまだ幼かったため、唯一成人していた、当時20歳、ルドルフ4世が単独統治者となった。ルドルフ4世は、近代的な政策を、 ただ含めた改革を、請求かつ強権的に進めた。民衆からの反動が爆発しなかったのは、ルドルフ四世が創生し、次の代でほとんど元に戻されたからである。ルドルフ四世は、父の旧心をことごとく退りけ、新しく用いた家臣には、徹底的な服従を要求した。1360年8月8日、ルドルフ四世は統治の要定を自ら公文書で、 発表した。公爵領のあらゆる名声と権力は挙げて領民たちの揺るぎない幸福にかかっていると。また、君主は領民たちの暗闇を明るく照らし出す神に選ばれし光であり、この光は過護と混乱を根絶し、領民に公正の道を指し示すと言い切っている。ルドルフ4世は、まず都市に目を向けた。当時、都市は、 貴族や高位聖職者に握られていて、彼らの何代にも及ぶ圧力に耐えきれず廃業する商工業者が後を絶たなかった。ルドルフ四世は1360年夏、オーストリア内のすべての土地の地主に対して、領主権の放棄と買い主の求めに応じた土地の売却を命じ、1ヶ月のうちに、これに従わない地主は土地へのあらゆる権利を失うとした。さらに、 その土地の名義変更は、直接ルドルフ四世本人あるいはルドルフ四世の全権委任者の前で行うとし、建築促進のために、すべての新築物件は無効三3年間は無税とする条例を発した。地主階級はこれには猛烈に抵抗し、条例は修正を余儀なくされたが、彼らはルドルフ四世の強権ぶりに恐怖した。次は、 オーストリア港の特権である貨幣改中権の放棄とその代償としての消費税の導入であった。オーストリアでは毎年6月24日に市中に出回っている貨幣の改中が行われた。オーストリア公国の政府は常にそれまでより金銀の含有量の少ない新貨幣を発行するが、旧貨幣の所有者は新貨幣と投下交換をしなければならなかった。 これに対しジュドルフ四世は1361年春、貨幣海中圏の放棄をする用意があると宣言し、代わって、すべての料理店、食堂、酒屋、宿屋で売られるアルコール飲料に1割の消費税を課すこととした。これは、貨幣価値の毎年の下落を快く思わない庶民に、とっても歓迎されるべきものだった。年夏には、ウィーンのすべての 同業組合に適用されるツンフト禁止条例を発した。新参を許された商工業者は、ビーンでの開業の日から3年間、市民税と財産税が無税となる画期的なもので、織田信長の楽一楽座と同じ発想のものであった。父の知性の1349年に、ペストの流行があり、生き残った人々は、恐怖から神への切れを一層深いものにし、 財産を教会に寄付したりしていた。また、1361年には、ウィーンで、大火事が頻発した。その上に協作が、相次ぎワイン収穫量は激減して、市の経済を直撃した。この危機にルドルフ四世は、健康が1340年に発した、聖職者への財産寄贈を規制した条例を拡大し、一般市民同様税金を払うべし、という条例も発した。 この条例は、ウィーン氏以外の都市にも広まっていった。さらに、政府間割外の教会の裁判権の規制も行う。教会裁判権の規制、剥奪は、教会組織を国家に組み込むことを目指した、極めて近代的な政策であった。これに対する、教皇庁の介入阻止のための根回しも怠らず、リドルフ4世は、弟アルブレヒト3世や、おい、 エルンスト・鉄鋼のように強硬に破門されることを免れた。高位聖職者が再び免税特権を手にするのは4年後のルドルフ4世の死の後であった。時代精神に反するこれらの政策はルドルフ4世の死後元に戻ったり骨抜きにされた。しかし、土地吐き出しの政策、ツンフト禁止令、貨幣改中権放棄と消費税導入。 高位聖職者と貴族の免税特権廃止教会の裁判権規制の発想は残った。そのため、後世、ハプスブルク家は他の王公に先駆けて、教会組織を王朝組織に組み入れることができた。また、リドルフ四世の休止で、無用の混乱が起こらずに済み、改革の発想がソフトランディングする道を残した。アルブレヒト健康の時代、チロルは、 マインハルト伯爵家の領土であった。ルドルフ一世の先友マインハルト二世に、男系が絶えたら、返還するという条件で報道されたものだった。第三代チロル伯である、ケルンテンコハインリヒ六世は男子を残さず疑いし、マウルタッシュ、シコメコとマルガレーテが、唯一の相続人となった。このマルガレーテと最初に結婚したのは、ルクセンブルク家のモラビア返境伯ヨハンハインリヒだったが、 勢力拡大を狙うビッテルスバッハ家の神聖ローマ、皇帝ルートビヒ四世が、夫婦の船かついて、チロルの貴族を先導し、ヨハン・ハインリヒを追放させた。次にルートビヒ四世の長男、ブランデンブルク編強迫ルートビヒ二世、後にウェバイエルン公ルートビヒ五世となるガーコに、収まったが、これに、教皇クレメンス六世が介入し、結婚の無効を宣言した。さらに、 強皇に構わず、指揮を挙行した、ルートビヒ四世は破門され、ヨハン・ハインリヒの兄である、カール四世が、対立王となった。1344年、ルートビヒ二世とマルガレーテの間には、マインハルト三世が生まれたが、アルブレヒト健康は強皇に破門を取り消させる代わりに、娘、リドルフの妹を、マインハルト三世に嫁がせた。なお、 ルートビヒ4世は1347年に死亡している。1361年にルートビヒ5世が1363年1月13日にマインハルト3世が死去した。ウィーンで知らせを聞いたルドルフ4世は雪の中チロルに急行し、チロルを譲渡する証書にマルガレーペの署名を受け取った。そして証書の日付を強引に改ざんし、 チロルの反対派貴族の持つ証書の無効を主張して、チロルをハプスブルク家領にした。マインハルト三世の王子、シモバイエルンコーシュテファン二世が、相続権を主張して送り出した軍勢も、チロルから徴収した軍資金で軍勢を揃えて撃退した。さらにカール四世が裁定に乗り出し、無効であるルドルフ四世のチロル獲得が承認された。ただし、 ステファン2世はルドルフ4世の死後も構想を継続し、ウェバイエルンと賠償金を獲得して、最終的にハプスブルク家と和睦するのは1369年のことである。ハプスブルク家はルドルフ1世、アルブレヒト1世、フリードリヒ3世の3人のローマ王を出した名家になっていたが、ルドルフ4世はカール4世の娘、カタリーナを人しながらも、 金印勅書が定める七人の選定校には含まれていなかった。しかし父、健康の死の翌年1359年、ルドルフ四世は家臣に対し、我は、オーストリア校、シュタヤーマルク校、ケルンテン校、クライン校、並びに、帝国首領長官、シュバーベーン校、アルザス校、かつまた、プファルツ大校であると宣言した。後ろの四つは明らかに、官名詐称であった。 しかも、大公、エルゼヘティソングという称号はそれまで存在すらしなかった。司教、ビショの上に大司教、エルゼベシャーフがあるように、多くの公家、ハートゾワグを兼ねるハプスブルク家の当主こそ、大公を名乗るべきである、というのがルドルフ四世の主張だった。加えて、ハプスブルク家は七千帝公抵抗を上回る、特権、事領内で借位を授け、報道を与える権利を有している。 とも主張した。た。さらに、にが通常被る、公爵棒に変えて、対抗を作ったカール4世がこれに対して証拠を提出するように言い渡すと、ルドルフ4世は5通の特許状と2通の手紙を提出したが、すべて偽造だった。しかも、特許状はよくできた偽書だったが、手紙の差出人はそれぞれ古代ローマのユリウスカエサル、及び皇帝ネロとなっていた。 カール4世に調査を依頼されたフランチェスコ・ペトラルカは、鑑定結果を知らせる手紙に、この五人はとんでもない大うつけですと書いている。罰を下そうにもルドルフ4世に服するつもりがないのは、明白だったが、ルドルフ4世は、ドイツ内外の様々な王公と同盟を結んでおり、武力討伐も容易ではなかった。カール4世は、決定的な対決を避けて、寛容政策で臨み、 ハプスブルク家の与党ビュルテンベルク博を打つに留めた。結局、この時のルドルフ四世の詐称は、うやむやにされたが、後に、ハプスブルク家出身の皇帝フリードリヒ三世の時代に、ルドルフ四世の偽造文書は、大特許状として帝国法に組み込まれ、大公は、ハプスブルク家にだけ許される正式な称号となった。建設校の異名の通り、 ウィーンのシンボルであるシュテファン大聖堂、ウィーン大学など様々なものを建設した。その中でも、太古くらいの建設は特筆すべきもので、ハプスブルク神話の礎ともなるのであった。ルドルフ四世は1365年26歳で他界した。ルドルフが長生きしていたら、オーストリアを天まで登らせたか、 あるいは奈落の底まで突き落としていただろうと15世紀の年代記作者トーマス・ベンハルトはオーストリア年代記に書いている。カール4世の娘カタリーナとの間に子がなかったため、オーストリアはアルブレヒト3世とレオポルト3世の2人の弟が相続した。なお、カタリーナワルドルフ4世の死後、ブランデンブルク選オットー5世。 ルートビヒ5世としてファン2世の弟と再婚した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。